なあ、頼むよ、しの。都合しておくれよ。お金なんて持ってるわけないでしょ。つれねえこと言うなって。客からおひねりもらったりしてんだろ。ん？博打なんてやめて、真面目に働いたらどうなの。なんだと？なんだよ、文句あんのか。俺と別れてえか。あいにくまだお前を手放す気はねえぞ。何すんだてめえ。俺はこいつの天使だぞ。こいつに何しようが勝ってた。もういいの、話してやって。くそ、いいか、俺はお前に一生たがってるからな、覚えとけ。どこ行くの？小花さんって人のとこ？なんで？同情する気持ちはわからなくはないけど。同情ではない。まさか本気で惚れちゃったとか言うんじゃないでしょうね。ジン、駆け落ちでもする気なの？もし私が戻らなかったら。え？あとは二人で旅をしてくれ。そんな、ひまわりのお侍さん一緒に探すって約束したじゃない。今行ったら絶好だからね。約束したのに、ずっと一緒に旅してきたのに。すまない。